ジョバッタ・モラッシは20世紀後半のクレモナを代表するバイオリン製作者、またバイオリン製作における優れた指導者でもあり、多数の更新を排出した。1934年7月2日、ウディネ県のチェダルキスで気候業を営む一家に生まれる。一家は1942年にバル・カナーレのカンポロッソに移り住む。この地でモラッシは小学校に通いつつ、 母方の祖父が営む製材所でも働き、タルビジオの森林の材木に就熟する。その後、職業専門学校で木工を専攻する。その時の教師が彼に弦楽器製作の道を進める。1950年、ウディネ商工会議所は、クレモーナで弦楽器製作を学ぶための小学生選抜試験を行い、モラッシシが選抜に選ばれる。 こうして1951年若か,かりしモラッシは、ロンバルニア州のクレモーナにたどり着く。当時のクレモーナは、ハンガリー人のピーター・タターの工房以外に、原楽器工房はなく、原楽器制作学校の学生数もわずかで、ジローラモ通りの工業専門学校の校舎に併設されていた。モラッシは1955年に、原楽器制作学校を卒業した後、 教師であったタターの下で仕事をするようになる。後に、タターがアメリカに移住して、教団を去り、1958年公認の公募が出る。当時ローマで活動していたバーニャカワドのジュゼッペルッチがわかるが、経済的な理由から就任を拒否し、赤字2位のピエトロズガラボットが教弁を取り、赤字3位のモラッシがその助手となる。ズガラボットの登場よりもモラッシの経歴に、 大きな影響を与えることになるのが、ミラノの弦楽器制作者、ジュゼッペ・オルナーティとフェルディナンド・がリンベルティが1960年代、初順に修復講座で教えるために、クレモナへ来たことである。二人のマエストロの指導の下彼は、制作技術とニコロ・アマーティや、アントニオ・ストラディバリの作品をもとに形成された、作風に磨きをかける。1963年に、ストレーザで、 展覧会が開かれた際、モラッシュはガリンベルティの引率で、ストラディバリの多くの作品について学ぶ機会を得る。彼は、オルナーティアガリンベルティのモデルの多くを受け継ぎ、またミラノ派の弦楽器の柔らかく丸みを帯びたラインを好み、後に自身の弟子たちにもそれを伝承する。1971年からは主任教授となり、1983年まで教職を続ける。 当初は安定しなかった彼の工房は1976年にラライオーリ通りに移転し、現楽器製作用具と楽器用木材の販売を拡大したのを機に、クレモナ市内で最も重要な工房となる。モラッシは現役時代にバイオリン、ビオラ、チェロを中心に約1000台もの楽器を制作した。またポシェット、ビオラダガンバ、ギター、ビオラダモーレ、バリトン、 ビューエラといったマイナーな楽器の制作も手掛けた。現在は息子シメオーネと追い、ジョバンニ・バッティスタが工房を受け継ぐ。83歳ボーツ。ありがとうございます。